はい、どうも、コウマです。今日もシティーズスカイライン実況を続きやっていきたいと思います。はい、前回ですね、人口1万人を超えました。で、当面目標だった、1万人クリアできたわけですけれども、今度は3万人ぐらいをですね、目標にやっていこうかなと思っております。全体今のところこんな感じ。まだね、右上の方だけに固まってますね。はい。で、ちょっとこのままね、どんどんこの区画を増やしてってね、人口を増やしてってもまあいいんですけど、ちょっとそれじゃ面白くないっつうか、なんすかね、こういう、例えば空き家があるとか、あとは、何?交通渋滞がいろいろ残ってるとか、あとは、この労働者が全然足りてないとか、そういう問題をね、いろいろ残したまんま、どんどん大きくしていって、うまく都市としてね、機能するのかどうかという話なんですよ。きっといろいろね、トラブルが放置しておくと、どんどんでかくなっていっちゃうと思うんで、今のうちにね、そのトラブルの芽を叩き潰しておこうかなというところで、今回は、まあ、この、放棄された空き家、あとは労働者不足、そして、渋滞、これをなんとかする回にしようかなと思っています。ということで、まずは一つ目、空き家をどうにかしたいですって話です。で、空き家になってるのって結局労働者が足りないんですよね、これね。で、労働者自体も人はいるんだけど、この教育を受けてない労働者の数が足りねえんだよって言ってるんですよね。でも、もう今小学校、高校、大学全部この町あるから、教育受けてない人って基本いないんですよね。だから絶対数がもう少ないんで、もうちょっとそこの対策が難しいかなと思っています。なので、もう抜本的なね、対策として、この産業区域っていうか、この工場のレベルは今1。右上にあるの、緑のゲージが今、3つ中1になってますけど、これがね、2とか3になると、高学歴の労働者も雇ってくれるようになるんで、ちょっとそこのレベルアップをさせようかな、というところですね。で、レベルアップするにはどうすればいいかっていうと、公共サービス、具体的に言うとね、消防署を、立ててやると、レベルアップするらしいので、ちょっと消防署を作っていきましょう。いや、あるんだけどね、多分ここら辺、そう、消防署はあるはあるんですよね。まあでもね、レベルアップさせたいんで、消防本部でもいいけどね。高っ、6万ダメだ消防署あるけど、1個作っとく?ちょっと、せっかくだ、この空き家になってるところに、作っちゃおう。ほらー、よしよし。で、ちょっとこれでしばらく様子見しましょうか。あと、あれかな、空き家になってるところってこれ、潰しといた方がいいのかな?その方が、新しい、建物が立ちやすくなったりしませんか?はい。あ、何このマーク?これはもしかして、原料が足りない?石油、あ、燃料が足りませんって言ってる。貯蔵分3週分 ?3 週分あるけどね、足りないの?足りないってことは、石油を外から輸入してるので、道がうまく繋がってないってことかな?マジか。ああ、いや、ちょっと待って。ちょっとこの後渋滞対策もやっていくから、しばらく様子見しましょう。こりゃ、時間を進めてみます。これでどうなんだろうなー。あ、ほらほら、アップグレード進行中。お、だね。
おお、消防署効果てきめん。さあレベル2になりましたよ。フランク高級魚肉ソーセージ。さあこの辺りもちょっとパワーアップしてくれると嬉しいんだけどな。お、この工場綺麗。あ、フランク魚肉ソーセージ、これそうか。あれ、さっきあったのは、あ、フランク高級魚肉ソーセージか。高級だったんだこれ。じゃあレベル3だったら特上魚肉ソーセージとかなるの。労働者が足りません。うーん、そうなんだよね。早く上がってくれないかな。おお、何、え、小都市になった。あ、ついに都市になりました。やった、11000人。新しいサービス、特殊施設レベル6と鉄道。あ、やった、鉄道だ。鉄道来ました。あ、でも地下鉄あるからな。鉄道は何に使うんだろう。あとは条例、小規模事業支援、大規模事業優遇、産業区画計画、わからんね。ハイテク住居導入、高層建築禁止。へえ、新しい施設、鉄道駅、貨物駅。あ、貨物だ、やった、水力発電所。貨物駅はいいね。貨物電車作れんじゃん。おお、いいね、嬉しい。あーと言ってる間にもどん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 放棄された施設が増えてってますよ。おい、大丈夫かな、怖いな。この辺りも消防署1個建てとくか。消防署、そうなんだよね、この辺り道路が緑になってないから多分あまり効果が届いてないで、この辺り、この辺りかな、この辺りちょっとダーン。あとは警察署とかかな。警察署は、あ、こっちないもんね、あんまりね。この辺りに建てとくと、この辺り作っとく。はい、さあレベルアップしてくれないかな。はい、じゃあちょっとこれはしばらく様子見ましょう。すげえな。うん、で次、渋滞をなんとかしたい。ここね、ここが結構ひどいんだよね。でここって、そうそうそう、あのね、いろいろ勉強したんですよ。そしたらこれ多分信号機あるよね。信号があります。ロータリーだからできれば信号なくしたいんだよね。で、なんで信号ができるかというと、4車線以上の道路に他の道路が接続すると信号ができるらしいんで、ちょっと信号なくしたいなーって思ったり。4車線、2車線、そうか、3車線はねえのか。2車線、2車線、2車線はちっちゃくないかな。試しにやってみる。こうするとここに信号がないよね。ないね、ないね。はいはい、消えた、信号消えた。うん、こっちも同じように。はい、ちょっとここがボトルネックになるかなって気もするんだけど、信号ないから大丈夫かな。鉄道駅を忘れずにご確認ください。忘れてないよ。ちょっとね、貨物駅は後から作りましょう。さあどうだろう、これ。あ、良くなったんじゃない。ちょっとこっちも同じように。はい、これでサクサク通ってくれるといいんだけど。あー、このここが詰まる。
ここすげえな。ここやべえな。ここどうしたもんだろう。まあでも意外と流れてるか。うん、いいやいいや。で、ここも信号があるので、ここは一方通行にしてあげましょうか。一方通行の、二車線。うん。ね、信号なくなった。いいんじゃない?で、ここは一通の出口だから、ここは信号がそもそもないです。よし、完全にこれで信号なくなったかな?ここがあるか?ここ信号あるかな?でも通っていくね、ちゃんと。大丈夫かな?みんなここ曲がっていくね。こっちから入ってくる奴ら。そうね、この車たちがどっから来てどこへ行くかっていうのを見るのかなり大切だよね。ああ、気づいたらもうお金28万になってる。ちょっと待って、時間早めすぎた。あー、ここが混んでるね。やっぱりここの信号のところか。どうしようかなー。これさ、どうすればいいんだろう。ここの道をちょっと実験。ここを塞いだらどうなる。こう、多分この家消えちゃうと思うけど孤立してるから。あ、消えたこれだと信号はないよね。そうだよね。これでスムーズに流れるんじゃないかな。どうかな。ちょっと時間早めて見てみようか。これで解消されるかと思ったんだけどな。うん、まあしょうがない。ちょっと一旦これで時間経過を待ちましょう。で、他のところ。こことかね。ここひどいよね。で、これはなんで混んでるかっていうと、ああ、もう単純に交差点多いんだ。なので、ここは立体交差にしようか。横の大通りはそのまま平面のままで、縦のこの大通りを橋みたいに立橋にします。そうすれば交差点はなくなるので、多分渋滞も多少は解消されると思うんですよね。ただそうなるとここから当然横に曲がれなくなっちゃうんで、何かしら側道かなんか作ってあげなきゃいけないんだろうな。うん、はい、じゃあそんな感じで作ってみましょう。時間止める。大改造。ほらほら、すごい人体空中浮遊で、ここの道も詳しいの。うん、で、ここに、これは、4車線か。まあ、いいかな、4車線で。はい。で、下ろす。下ろす。あ、まだ足りない。壊す。下ろす。あ、下ろせない。なぜかというと、あー、ここの道がある。この道、これ。あー、どうでしょうね。ちょっと区画を作り直したい気もするなー。ちょっと待って、一体これ、一回ちょっと壊そう。うん、こっち優先。よっ。
け、ギリギリのところ、ギリギリのところ。ここだ。よし。ここに、この道はくっつけれないな。ダメだね。まあ伸ばそう。はい。お、いいんじゃない?立橋にしました。で、側道を作りましょう。こっからブーンって来て、縦にこう来てるんだけど、横の道に入りてえなーって時に、側道を、作ってあげると、良いですね。はい。うん。あ、で、そうそうそう。これ一方通行にしてあげた方が多分いいんだな。一方通行しないと、ここまたほら、信号が、できちゃうから、これか。これ最初からこれにしとけばよかった。うん。はい。これで、こっち側から、この横道に入れます。で、こっちも同じく、ちょっと横行きたいんすけど、っていう、ニーズに応えましょう。こうやって繋げられるけどな。この繋ぎ方どうなんだ?どうなんだ?交差点のど真ん中からこう、あーどうなんだろう。やってみよう。誤作動。いやー誤作動どう?微妙な気もするけどね。ちょっとこれでやってみようか。はい。さあ、どうだ?うまく流れてくれるといいんだけど。うん。あ、歩道橋なくしたけど、人は一応、側道を歩いてるね。うん。まあ、悪くはないよね。あ、いいんじゃない?ちゃんとほら横道使ってくれるよ速度。こっちも使ってくれてる?ああ使ってる使ってる。いいんじゃないかね。これはこれで。さあこっちの方はどうなった?あーでも多少求人減ってるね。ここら辺はどうなったかというと、おレベル2になった。やった。おおいいじゃんいいじゃん。おお、すごいすごい。レベル3になりそうだよ、こいつ。お、よかったー。消防署と警察署効果かな、これ。石油はどうなってる?石油は?あ、足りてる。九州分になってる。オッケー。うんうん。いいね。いい感じ。うん。ここも渋滞なくなったしね、完全に。よっしゃ、次。基本ここら辺もね、立体交差にしてあげるのが多分一番いいんだよね。はい、ここを高架にしちゃいます。よいしょ。はい。よいしょ。うん。いいんじゃない?あ、なんかこういう立体交差になっただけでちょっとかっこいいよね、これね。よしよし。で、今度またこっから側道を作ってあげましょう。よし。で、反対側も、ちょっと区画が歪だけど、やむなし。オッケー。で、この辺りの区画にも工場をペタペタっと作ってあげましょう。この辺りもね。はいはい。はいはいはい。よいしょ。あ、いいんじゃないですか?さあ。うん。あ、いいんじゃない?じゃあこれで他のところも同じようにやっていこうか。あとは、どのあたりかな?このあたり?
ここも、ああ、信号が多いんだね。うん、ここなくすの悪いかもしんないね、道を。ほら。こうすれば、ここの信号がなくなるよね。おお、渋滞なくなった。はいはいはい。あとは、ここもやりたいね。ここですよ、ここ。長年の、宿命のライバル。ここも立体交差にしてあげるといいんでしょ、きっと。よし、行こう。あ、そっか。これ俺、側道を作ったけど、これじゃダメか。一通の方向違う。縦の立橋から横道に行ける、こっちもこっちも行けるけど、逆に横道から立橋の方に渡れることができないな、これだと。ダメだ。だから、ここを立橋側にしなきゃいけないのか。しまった。そうですね、きっとこれは。道路の方向を変更。してあげなきゃいけないのか。そうだよね。はい。ってことはさっき作った立体交差もそうだな。でもこれじゃダメだ。横から縦に行けない。こういうことっすね。よし、できた。時間かかったー。道変えるとバス路線がね、途中で分断されちゃうっていうか、切断されちゃうのが辛いね。さあ、どうですか？ちょっと良くなったと思うんだけどな。うん、だいぶ良くなったんじゃない？あ、ここが赤い。あー、ここも立体交差にしようか。うん、ついでにやっちゃおう。いいじゃないですかね。結構家が消えたぞ。あー、ここはダメなんだ。ここなんか使えるんだっけ？この立橋沿いの土地は、これもう、道路沿い、道路に面してることにはなんないのか。あ、ダメだね。そっかー。あ、出た、また。バス、これめんどくさいなー。うまい具合にやってくれないのかな。あ、ほらほらほら、下下下。これ停留所移動。これでいいか。うん、オッケーオッケー。これでいいや。さあ、どうです？お金すげえ溜まってる。36万。あ、ここ混んでる。ここが、ああ、ここが信号あるか、しょうがないね、これはね。信号の数が多いのか、ここ。しまった。ちょっと変えよう。ちょっと、この側道の出口を、ちょっと変えましょう。ちょっとごめん、この、家建ったばっかりだけど、ごめんね。ちょっと変えさせて。ここの交差点と直結させようか。これでどうだろう。これだと、まあ、信号は当然できちゃうんだけど、ね、信号待ち1回で済むようになるから、多少は緩和されるんじゃないのかなと勝手に思ってるんだけど、どうかな。さあ、あれ、また、あ、消えた。どうか
かな、多少は良くなったかな。いやー、まあ、うん、さっきよりマシか。でもやっぱり混んでんな。この車たちはどこに行く？みんな左折？いや、まっすぐ行く車もいるけど、あ、でもほとんどやっぱ左折だな。左折だな。ちょっとこの道結構重要な道になりそうな気がする。これからこっちどんどん住宅拡張していくと、基本的に工業地帯行く道ってこれしかないから、別の道つければいいのか、ここに。ああ、そうしようか、一個道作ろう。決断。この辺りからうわーっと伸ばして、こんな感じにして、こうやってつなげてあげればいいかな。どうだろう、使ってくれるかな。ちょっとね、新しい道は使ってくれるまで時間がかかるらしいから。おいっと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 、君はちなみにどこに行く？行き先はどこだ？勤務先、集積場。あ、いいね、使ってくれてんじゃん。お、いいね、ぼちぼち使ってくれるようになったよ。うん、オッケーオッケー。ここも混んでるね。ここも立体交差かな。もうどんどん立体交差しよう。はいはい、大交差か。やっぱり人口が今14万人いるからね、人口増えると。おお、待った、これはなんだ。基本赤い背景になってる吹き出しは深刻だよね。遺体の搬送待ちです。お、施設が最高レベルに到達しました、おめでとうございます。だって嬉しい。マジか。犯罪発生率が高い。取れないわけじゃないよね。あ、来れなくなってる。ここの道、ここの道来れなくなってる。あ、そう。そもそもまずここは繋がってないもんな。ここ繋げようか、一回。うん。こんな感じ？ああ、店が消えた。でもこれは繋がったよね。繋がったね。やべえ、無法地帯になってる。死体は腐るわ。犯罪起こりまくるわ。やべえよ、ここ。あ、このマークなんだろう。このマーク見たことないぞ。顧客が足りません。へえ。こんなのあるんだ。あ、パトカーいっぱい来た。どんどんショッピってって。お願いします。ここら辺遺体搬送待ちが多いな。ちょっと葬儀場もう一個作るか。ちょっと作りましょう。この辺り作っちゃうか。はい、よしよし。あ、すごい、地下鉄だ。地下鉄の、あ、いるいるいる。地下鉄の交通量ってわかんないんだっけ。あ、わかるね。419人。お、すげえぞ。すげえいるじゃん。お、なにこれ、詳細って見れるぞ。詳細。え？バス路線。あ、1、2、3、4か。お、すげえ。3？ なにこれ。稼働時間、昼と夜ってことかな。あ、そういうことだね、昼夜だ。追跡する。すごい、車両数16台。
すごいね、こんなのあったんだ。知らなかった。ここも立教にしちゃうか。うん。ここも立教にしちゃいましょう。さあ、どうだ？おー、いいじゃーん。あー、ちょっと細かいところあるけど、とりあえず今回こんな感じかな。うん。なんか立教しか作んなかったな、今回。あれ、水？お、水不足だ。マジか。あ、ギリギリ足りなくなってきたな。まあ、水は単純にね、取水ポンプをもう一個作ればいいだけなんで、作っちゃいましょう。あまり近すぎるとね、なんか水うまく汲めないらしいから、ちょっとこう、少し離すか。よし。で、つなげましょう。うん、だいぶ、あ、下水処理もちょっとやばいね。下水は集めた方がいいような気がするな。うん、もう汚いところはとことん汚い。そういう分散でいきたい。ちょっと動く、これ。あ、オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、余裕できたね。はい、というところで今回はこの辺りでおしまいにしたいと思います。ちゃんと取れ高あるのかな、これ。一体交差しか作ってないけれども、これでちゃんとした動画になってるんだろうかっていう不安はあるけれども、まあそこはね、うん、まあたまにはこういう回があってもいいんじゃないですかね。はい、というところで、よければまた次回見てください。チャンネル登録、また動画の高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回実況でお会いしましょう。バイバイ。